はい、こんにちは。ビッグボス福岡店の加藤です。やったぜ加藤ちゃん、決まりました。さて、今回ご紹介するのはニューエックスマイティプラグでございます。昨年発売されたばかりの新製品となっておりまして、早速自分も手に入れました。練習ってね、しんどいんですよね。練習を楽しくさせるために何か買うっていう、そういった動機も大事なんじゃないでしょうか。こちらね、大したことなければ紹介もしませんけれど、なかなかの感動する商品ということで、これは何かっていうと、ギターとかのジャックに直接プラグインして使うヘッドホンアンプでございます。そのまま使うことも可能なんですけれども、すごいところとしては、専用のアプリをダウンロードして、スマホやタブレットで、Bluetooth で連携できちゃう。たくさんのアンプの種類、エフェクターを直感的に操作できるんですね。また、ドラムマシンやジャムボックスで練習も楽しくできちゃいます。さっきの Bluetooth でつないでおけば、スマホなどに保存している音楽と一緒に練習もできちゃいますよね。またこれがですね、オーディオインターフェースにもなるので、音楽制作にも一役立つことでしょう。もちろん小さいので、いつでも、どこでも、自宅でも、外でも、ギター、ベースが弾けちゃいます。これができて、もう最初に言っちゃいますけれど、6800円に消費税なわけですよ。アンプやエフェクターを勉強したいビギナーさんや、ある程度知っているプレイヤーさんにも納得の一品となっておりますよ。では開封の儀といたしまして、動画をどうぞ。はい、ではこれからアプリと接続してどんなことができるか説明していきましょう。本体の電源はオンにしています。スマートフォンの画面の左下、マイティアンプというアプリがあります。ではこれをポチッ。そうしますとセッティングの画面になりました。真ん中ら辺、ニューエックスマイティプラグミディという表示がありますね。ではこれを押してみましょう。コネクティングデバイス。OK。緑色の画面になりました。これで接続ができたということでございます。では、画面下のエディット、左ですね。これを押してみます。そうしますとこういった画面になりまして、上からニューエックスのロゴの下、ギター、ベース、こういうふうにね切り替わります。ギターの入力、ベースの入力、お好きな方ね選んでもらって、今回はギターの入力でチェックをしていきますよ。その下、チャンネル、グリーン、
OD ディスト AG 趣味セーブ、その下に四角に区分けされたエフェクター、そういったものの画面になっております。その下になりますと、ゲイン、レベル、ベース、ミドル、トレブル、トーンといったパラメータをいじる画面になってます。ではですね、ゲイット、こちらはノイズを消す画面になってます。その横 EFX エフェクターですね、こちらのところをいじると、タッチバウからユニバイブ、トレモロ、フェイザーなどなど、いろいろと種類が入ってます。次、アンプで、その横 IR スピーカーシミュレーターみたいなもんですね。モジュレーション、種類はどうかな、フェイザー、コーラス、フランジャーバイブ、トレモロ、ディレイ、こちらもアナログディレイ、テープエコ、デジタルディレイなどなどで、リバーブ、ルーム、ホール、プレート、スプリング、まあ、メジャーなところもしっかりありますね。で、画面の下エディットの横、ドラム、これドラムマシンになります。こういった形でいろんなタイプのメトロノームからポップ、メタル、ブルース、スイング、いろいろ種類があります。で、ジャムトラック、これはある程度キーによってね、パターンが決められたものになる、まあカラオケみたいなもんですね。そういったものを自由に選ぶことができるようになってます。では次の動画では、実際にアンプのサウンドをメインに音を取ってみましたので、ぜひご覧ください。これから実際に音を鳴らして試してみましょう。試すのはアンプのサウンドをメインでやっていきます。すべてのエフェクターまでやろうとしたら30分ぐらいの動画になっちゃいますから、そんな長さだったら私見ないです。ということで、コンパクトに短め短めで、今回使用するギターは私の私物である ESP スナッパーアルダーボディ。このマイティプラグをオーディオインターフェース代わりにして、スタジオ 1DAW ソフトで録音しております。クリーン、オーバードライブ、アコギチャンネルでは、フロントシングルとリアシングルのハーフトーンにて、ESP スナッパーはこういったコンビネーションもセレクトできるんです。ディストーションチャンネルでは、リアハムにて、クリーンチャンネル、ツインバーブ、フェンダーのツインリバーブでしょうかね。JZ120 ローランドジャズコーラス。ツイードデラックス、フェンダーのツイードアンプのサウンド。オーバードライブチャンネル、プレキシマーシャル。トップブースト30、ボックス AC30。 リード100、マーシャルスーパーリード。コースティックギターシミュレーターは2種類。
最後にディストーションチャンネル、ファイヤーマン、フリードマンアンプでしょうか。DVH4、 こちらはディーゼル VH4。 レクト、メサブギーレクチファイヤー、いかがだったでしょうか。ニューエックスマイティープラグ気に入った方はぜひチェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。